でも、警察はそんなこと絶対に公表しません。うん、まあね。そ、うん、したら、ね、うん、いやいや、じゃあ他の散財全部お前ら見逃すのかってなっちゃうからね。そうですね。それダメだもんね。でも、覚醒剤の事件だと、やりやすいと思うんですね。うん、心理的というか、あるいは、その警察の仕組み的にも、ね。うん、なぜかというと、強盗事件とか窃盗事件だとかっていうのは、もっと、なんていうか、被害者が非常に辛い思いをした、被害者がいるじゃないですか。はいはい、で、被害者がいるにもかかわらず、うん、その司法取引みたいなことで、うやむやにしちゃったら、その被害者があまりにも浮かばれないですよ。確かに。うん、でも、覚醒剤の取引って、うん、もちろんいろんな被害は出てるんですけど、うん、でも、じゃあ、その密売人から買ってった人は、まあ、自分の意思で買っていってる、うん、襲われたわけじゃないですよ。はい、だそういった部分に関しては、うん、まあ、他の面で取り締まりを強化して、まあ、その法の支配を正してという考え方に立てば、うん、まあ、今こっちが優先だからということで、うん、とりあえず目つぶってその殺人事件の立件解決を優先していくと、だよね、やりやすいんじゃないですかね。あとあれだよね、まあちょっとさっきも言ったか繰り返しになっちゃうけど、今5月の7日だけど逮捕されて、まあもう数日経つのか、うん、で和歌山県警、まあ、すごいもう日本中の注目を集めちゃったわけだから、うん、であと今もうワイドショーでガンガンやっちゃってるじゃない、はい、もう和歌山県警の県警、警察ってメンツすごいじゃない、はい、和歌山県警のメンツかかっているよねって事件だよね、これね。まあもう、これマジで今一番注目されてる刑事事件だと思います。だって和歌山でさ、うん、林真須美事件とさらにこんな事件が起きて、和歌山って一斉だけどさ、そんな大事件起きない感じじゃない、はい、なのに、そうですね、いやもうね、今後多分伊坂さんお話しいただけると思うんですけど、いろんな、まあ、未解決事件もありますしね。あ、そうそうそう、未解決事件もね、いろいろ和歌山は奥が深いと思います。奥が深いよね。だから未解決、正直言って、まあ、大阪府警とか警視庁とか愛知県警とか大きいとこ、北海道県警もそうだけどさ、不祥事多いけど、はい、でも警察は警察で頑張ってるところは頑張ってるじゃないですか。で、和歌山県警って、だからそんなに正直ちょっと地方の警察だから、あんまりちょっと期待してなかったんだけど、はい、あ、これ逮捕しちゃうんだと思ったんですけどね。そうですね。でも本当、まあ、今後はやっぱりいくら、その、まあ、いわゆる裏の司法取引で状況証拠を固めたとしても、うん、要はやっぱり須藤容疑者の自供がなければなければね。え、でもさ、林真須美服役中って自供してないでしょ。もうちょっとでも僕ちょっと詳細をこうほとんど記憶から消えかけてるんですけど、状況証拠にしてもあれはもその祭りの場で、あ、目撃者だからね。目撃者とか、その時系列で、その人の動線だとか、そこを確認する人っていうのは、情報っていうのは、確かに。あったと思うんですよ。今回、密室に近い、ね、うん。そうだね、一人しかいなかったからね。家政婦さんの途中まで行ったとして、うん、で、そうそうそう、密室に近いで、より難しいかもしれない。あったらどう思う、共犯者説。共犯は強さ。強さ、そう。でも、そんなに巧みなことのできる、例えば犯罪のプロと言われるような人だったら、あんなずさんなことは。まあね。いや、笑っちゃいけないんだけど、人が亡くなってるから、はい、まあ、覚醒剤飲ませればっていう話って、発想としてはあれだよね。まあ、ヤクザかなっていう感じもするんだよね。どうですかね。やっちゃおうかな。うん、発想がなんかでも、そうだよな。だって、いきなり注射なんか打たないじゃないですか。打ったらバレちゃうし。例えばじゃあ、どうやってお金をとか、あと、利益をちゃんと覚悟しないとダメですよね。そういうのが来たことするんだったら。で、どうやって利益を確保するの。で、須藤容疑者が、首尾よく遺産をですね、手に入れたとしても、じゃあそれはどうやってその共犯のもとに行くんですかとか、そうですね、うん、
で須藤容疑者がそれだけ影響を受ける、人物共犯っていうのは、誰の、まあ、具体的にこれ、どうなんですかね。そこまでは多分警察は、いるいないは真実は分かんないですけど、警察がそこまで固められてるような気はしないですよね。まあそうだよね。俺そこまではっていう感じだよね。状況証拠、証拠で、プッシャーまでは、っていうか、そこら辺まではなんとなくって感じがするんだけど、あとはまあ、彼女がね、二人っきりで家にいたっていうところとか、で、そうですね。プッシャー、密売人と接触した形跡があるっていうことぐらいだったら逮捕できなかったと思います。そうだよね。裁判所逮捕状出さなかったんじゃないかなと思いますけど、だから、多分そこはもうちょっと硬いものを落とす。そう。そこが一番だと思いますけどね。まあ、あえて勇敢に、推測するなら、まあ、プッシャーの供述は取れてる。俺もそんな気がするんだけどね、そこまでのあれがなければ、逮捕まで行って、しかも3年間だからね、3年間だもんね。3年間ずっと行動確認してっていう感じだと思うんだけどな。そうですね。もうちょっと言うと、その後、プッシャーといつ接点を持ったかですよ。俺が、確かに。そのね、被害者が亡くなった日と、近ければ近いほど、他に須藤容疑者がどこにも行ってないと。例えば前日だったらより可能性は高まると思うんですよね。入手したのがですね。で、これが半年前ってことになると、半年の間に須藤容疑者がいろんなことをするわけじゃないですか。そうだね。自分で消費しちゃったっていう。確かに。考えられる。でもこれが、非常にその、被害者が亡くなった日と近い前日、あるいはもう前々日とかいうタイミングでそういう接触があって、でプッシャーが確かにその日、売ったと供述していて、はいはい、で売った時の状況、どこで、何時頃、これ全部調べたら、監視カメラとか、携帯 の, その基地局の移動、履歴やなんかで裏が取れた、となったら警察はかなり信じたんじゃないですか。だよね。で3年、まあ3年後のね、数日前かな、数日前かに逮捕に至ったって感じだけど、あとはまああれですよね、多分20日間コールがっちりやるでしょうからって感じだよね。そこで自供はなんかしない気がするんだけど、再逮捕なんかあると思います。再逮捕でね、そうだね、再逮捕でね、詐欺的なものっていうかね。なんか会社のね、もう告発されてたらしいので、犠牲者の野崎さんの会社のお金の件で、まあ、告発にすでに出ていたということですから、まあ、その経済事件いくつか、例えばそれを、ね、お金を不正に引き出すために、何か他のことをした。有印私文書偽造だとか、電磁的、公文書に関するものですとか、そういったものがあれば、再逮捕、再逮捕、再逮捕で、いくつもいけますから。確かに。ね。そうするとね、さすがにね、20いくつの女性はね、精神的にもあると思うんですよね。出社の供述があって、で、動線確認されてて、で、再逮捕、まあ、5回だったら100日ですから。参るよね、よっぽどの人じゃない限りね、きついと思うよね、精神的にね。まあ、それを和歌山県警狙ってるんでしょうけども、って感じだよね。まあ、再逮捕そこまでしなくても、経済事件の件で起訴しちゃえば、ああ、そっかそっか。まあ、交流は。そうだもんね。できますよね。まあ、あとはまあ、あれですよね、これからの、和歌山県警のその、どれだけその弾を持ってて、須藤容疑者にぶつけて、須藤容疑者が、まあ、弁護士のあれもあるけど、力量もあるけど、どうやってかわしていくかって感じですかね。そうですね。まあ、須藤容疑者が無罪方面で、本件で有罪になるかどうか、裁判まで行ってですね、それは分かんないですけど、まあ、当面の話で、無罪方面、不起訴で、出てくるってことはないんじゃないか。あったらすごいけどね。すんごい弁護士だぞって感じだよね。まあ、これは、あれです。また、皆さん、編集部の、皆さん、様子をここに、撮ってみたんですけど、また、タブレでも、随時、記事化していくんで、
見ていただければと思いますんで、とりあえず、こんな感じですかね、今、途中経過はね。まあ、僕らがまあこんなような感じで、事件をまあ追ってるというのを、まあ、お見せしたという感じなんで、ちょっと次回、よかったら、グッドボタンと、さらに、登録をここにしていただければ幸いです。まあ、たびたびこういう編集会議も流しますんで、今後ともよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。